お疲れ様でございます。本日1月9日の暗号通貨ニュースです。速稼塾の久保がお届けしております。本日670万円を超えたビットコインの価格なんですけども、これすごいですね。やっぱ700万に近づいていってるんじゃないかなと思います。それで1週間ほど前ですけども、600万を割った時にちょっと大きめの金額を仕込んだ方がいたと思います。その方は私の放送を見て、600万を割ったら買い、600万を超えたら売りっていうね、まあの放送があったと思いますけども、それを参考に、最も簡単なトレードのやり方ということでね、その600万というラインを心理的な壁というふうに、認識していただいて、今ね、1週間ほどでなんと70万、1ビットコイン買ったらしいんですけども、お金持ちですね、この方はね。70万儲けたよっていうことだったんで、連絡くれたんですけどね、久保さんのおかげですみたいな感じで。決済してこその利益ですからね。今、含み益な状態ですから。ここで売ることができるか、それとももっと上がることを期待して売らずにどうなるのか。ここがだからリスクとリターンのね、このせめぎ合いですよね。そして今日お話したいのはビットコインの値上がりのことでもあるんですけども、このビットコインの流れっていうのはね、明日に迫っているSEC の承認でしょ？これが承認されるんじゃないかなっていう期待があるんで、こういうふうに上がってるんですけども、もしかしたら承認されずに暴落ってこともあり得るんですよ。だからベストなタイミングっていうのは今日売ることなんですよね。そうでしょ？今日期待で多くの方が買いに入って、瀬戸際買いっていうのもあるわけですよ。でも逆に言うと、承認されなければ期待で買って現実で売るっていう言葉があるみたいに、今度売りが入りますからね、ドカーンと。というのが、一時的に必要な資金をビットコインに預けておいて、で値上がりしたら売り抜けて、儲けちゃろうみたいな人もね、いるわけですよ。本当にそういう人ってのは1ビットとか2ビットしか買えない人ですよ。で、莫大な資金がある方はそのほどしませんからね。また資金が少ない方っていうのは 0.1 とか 0.01 ビットみたいな感じで、儲かっても儲かんなくてもあんまり関係ないみたいなね、よくわかんない投資するわけですから、よくわかんない人も別にバカにしてるわけじゃないですよ。その立場に合わせた投資でいいわけですから。ですんで、ベストのタイミングっていうのは今日今売ることなんですよ。たった今ですよ。たった今売ることなんですよ。そしたら利益確定するでしょ。だから身の丈に応じた利益を手にすることが大事であってね、もしかしたら700万800万に上がるかもしれないっていうふうに身の丈に合わないような儲け方をするとこけるんですよ。だから見極めがつかないから迷ってるわけでしょ。だから見極めはつかないけども、確実に含み益が出てるんだったら、それを実際の利益にするためには今決済するっていう選択肢しかないじゃないですか。だから先のことは分かりませんからね。だから3時間後に620万になりましたとかって、もうそれはもうそういうもんですから。で、ビットコインとか暗号通貨ってのはそれが起きるんですよ。 10% 下落 20% 上昇みたいなね、爆上がりみたいなのが何回も経験しますからね。はい、それでイーサリアムなんですけども、こちらの方もビットコインとちょっとね、多少親和性があって、いつもチャートが似てるんですよ。ですんでイーサリアムに関しましては利ざやはそんなに大きくないんですけども、やっぱりね、少し利益が出てる状態になってるのかなと思います。そして未だに切っても切れないのが XRP なんですよね。 XRP のファンの方も長いですからね、ホールドしたらそのままホールドしっぱなし、いわゆるガチホっていう人がいますんで、一喜一憂してるとこじゃないかなと思います。特に昨年の今頃っていうのは XRP の仕込みを私かなり進めてましたよね。で、40円から60円の間で仕込んだ方っていうのは、結局90円から100円の間で売却して、折り掛けって言ってね、投資金額そのものを利益に転じたっていうことになったと思います。つまり50万買った人ってのは100万に値上がりして決済したから50万の利益みたいな感じで、資産がね、まさに倍増したというね、岸田政権にね、期待するよりも自分で暗号通貨やった方が所得倍増になったんじゃないかなみたいな話がありますけどね。そして体のですけども、70円割るんじゃないかなって言われたところから急速に盛り返してきたでしょ。で、ちょっとね、右側の赤いチャートを見てもらいたいんですけども、これもう値動き似てますよね。あんまり言うことはないんですけども、私の場合は体のは別にずっと持ってるんですけども、その他の似たような動きをしてる通貨っていうのはその都度買ったり売ったりしてますからね。いちいち言わないんですけどね。で、今年は少しずつその話もしていこうと思います。すでに暗号通貨っていうのは特定の通貨をガチ合して、あとは細かく出し入れをすることによって、その日の利益を売ることにちょっとね、分かれるわけですよ。短期投資と長期投資に。まあ、それをポートフォリオっていうふうな言い方をするんですけども、その話はちょっと難しくなりますんで、今日はしません。またおいおいお話していきます。その中で私のポートフォリオの一つにある芝コインっていうのがあるでしょ。これだから14円になるまでは買いのチャンスですから、 0.001 4円になるまではね。冒頭ビットコインの600円のボーダーラインの話もしましたけども、
柴犬コインっていうのは私はね、0.0014っていうのを決めてます。それ以下になったら買い、それ以上になったら売るということですね。で、柴犬コインに関しましては、真面目なね、コメントを出してくださっている方がいるんで申し訳ないんですけども、そこまで暗号通貨真面目に考えてません。特に柴犬っていうのはジョークで始まって、プロジェクトも何にもこだわりもないやつですから。でもそれが19に入ってるのはなんでかなってことで、そのボラティティに宝くじのように、ギャンブルのようにかけてるだけですからね。だから、まっとうな意見を言われても私、返しませんからね。のもありませんから。柴犬は、とりあえず暗号通貨を身近に感じていただくために、まず第1弾としてあげました。まあでもね、爆上がりの可能性がないでもないんですよ。100倍ぐらいには十分なりますんでね。そう考えていったら、柴犬に一番最初の暗号通貨の経験として入っていってもいいんじゃないですかってことです。だから、ベテランの人はね、柴犬に関する私の意見はあんまり聞かないでいいと思いますよ。私もまともに答えませんので。だいたい柴犬で論争するほどね、そんな意識傾けるもんじゃないです、これは。だったら、体ので賢い話しましょうって話になりますんでね。まあ、そんなところにしましょうか、今日は。はい。皆さん、本当にご覧いただきましてありがとうございました。暗号通貨はね、2万通貨ぐらい出てます。ですんで、1900番台以下の、それこそね、1万以下とか、ランキングの1万から2万の間の、いわゆるもう、その存在すら知られてない通貨っていうのは、急騰する可能性がありますんでね。そのこともちょっと、今年は触れていこうと思いますので、乞うご期待です。